どうも、あいちです。今日はですね、三重県鳥羽市にあります鳥羽商船高等専門学校さんにお邪魔しております。で、今までですね、船に関するお仕事だったりとか船員さんとの対談を取らせてもらったんですが、今日は実際に船員さんになるための学校さんを取材していこうと思いますので、早速行ってみましょう。先生、おはようございます。どうもおはようございます。商船係長をしております久保田と申します。はい、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。ぜひ本校をご覧いただきたいと思っておりますので。はい、お願いします。どうぞ。それではまず校長室の方に、はい、あ、わかりました、ありがとうございます。どうもおはようございます。おはようございます。校長の泉でございます。はい、ちょっと申します。それでは先生、お時間いただきありがとうございます。どうも今日はよろしくお願いします。お願いします。で、多分見ていただいている方中学生とかも多いと思うので、はい、その高専と高校が結構ごっちゃになってる子もいると思うんですけど、うんうん、ちょっと違いを説明していただいてもよろしいでしょうか。はい、高専というのはですね、大学や短大と並ぶ高等教育機関になっています。で、何が違うかというと5年間一貫して専門の勉強ができるということになります。で、もちろん高等教育機関ですので、英語であるとか社会科、まあ、そういった高等学校で学ぶ勉強もですね、あるんですけれども、まあ、非常にその専門の科目、皆さんが勉強したい、情報であるとか機械であるとか、あるいはうちの鳥羽商船高専、全国に5校ある商船高専にもあるんですけれども、大きな船を動かす船員になるための勉強とかですね、まあ、そういったものを5年間あるいは5年と6ヶ月一貫して勉強できるというところが大きな特徴です。まあ、期間が長いっていうのもありますし、あれですね、高校で普段3年間で習う学習内容に加えてその専門的なことをたくさん学んでいくっていうのが高専の特徴っていう感じですかね。そうですね。いろいろ商船学科には専門科目があるんですけれども、はい、まあ、こちらずっとですね、商船学科の実験室等がありまして、はい、で、まあ、授業もですね、こういった製図室であったりとか、はい、そこには技業室というのがあるんですけれども、はい、そういったところで授業を行っております。で、今日は製図をやっている様子をご覧いただければと思いますので、はい、ありがとうございます。どうぞ。すいません、失礼します。お願いします。お願いします。お願いします。商船学科機関コースの小田と申します。はい、ちょっと申します。よろしくお願いします。この機械製図1っていう授業は、はい、まあ、3年生機関コースの機械の部品の図面を描くような授業なんですね。はい、で、これ、国家試験の過去問を今日は習問題としてやるのですね。わ、はい、かりました。はい、これがパッキン押さえっていうそのバルブとかのパッキンを上から、はい、ここにボルトで締めて、はい、でパッキンを押さえつけるっていう部品なんですけど、はい、学校楽しいですか？楽しいです。結構専門的なことなんで、普通の高校とか中学校よりは断然楽しいと僕は思ってます。いや、めちゃめちゃ表情いい表情してますので。そして教えるのがうまい。いや、こちらこそありがとうございます。この製図っていうのは何年生からやるんですか？2年生の時からやってます。あ、そうなんだ。あ、さすが、間違えました。3年生です。じゃあ今年から、はい、今年から。あ、そうなんだ。商船学科機関コースと航海コースっていうのがあるじゃないですか。うん、で、そのコース分けが、3年生。あ、そうなんですね。で、僕は3年生から機関コースで勉強してるんで。あ、なるほどなるほど、そうなんだ。はい、機関コースに行くのはもう前から決めてたんですか？入った時は、うん、入学した時は航海コース希望だったんですけど。なんでなんで機関に？やっぱり楽しそうだったんで。あ、そうなんだ。はい、じゃあもう入学した時とはちょっとこう自分の気持ちが変わってて、はい、変わりました。そういう人も結構多いんですか？結構多いです。あ、そうなんだ。これで OK？ あ、はい、いい感じです。よいしょ、じゃあやろう。じゃあ起動する。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それではここから商船学科の学生さんにインタビューさせていただきたいと思います。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日はですね、何個か皆さんに質問していきたいと思うんですけど、まずはこの学校生活、まあ、授業とかも含めてなんですけど、そこどうですかっていうのをお二方ぐらいかな質問したいんですけど、じゃあまずどうしようかな。じゃあ殿部くんから伺ってもいいですか？はい、はい、まあ結構実践的な授業が3年生になって多くなってきて、うん、はい、すごい
将来を、あ、将来こういうところで使うんだなっていうのがすごい想像しやすい授業が多いので、うんうん、やっていてすごい楽しいなって感じます。高専ここ5年半か。そうですね、商船学科は5年半ですね。最後実習があるので5年半ですね。このじゃあ学校で習う、まあ、習ってるのは5年間じゃないですか。そこも多分私含め多分イメージできない子が多分中学生が見てる方多いと思うんですけど、1年生の時って例えばどういうことを勉強していくんですか。そうですね、1年生だと、まあ、まだ一般科目がちょっと多い感じなんですけど、その普通に数学とか英語みたいな。そうですね、数学英語あって、はい、まあその中にもまあ何科目か専門授業が入ってくるんですけど、はい、例えば、まあ、公開ケーキの名前だったり、あ、そういう、あとはエンジンの方で言うと、はい、そのエンジンの中の それぞれの部品の名前とか、あ、そういう基礎的な部分を学んでますね、うんうん、1年生は。そういうのもあれ頑張って覚えてテストを受けるって感じ。そうですね。あ、なるほど、はい、2年生もそんな感じですか。そうですね、2年生だとちょっと実践的な授業が入ってきて、はい、例えば力学的な、うん、先端力とかモーメントとか、あ、モーメントが、はい、どれぐらいで破断するかみたいな、そういう計算も入ってきたり、あとは電子回路、はい、電気系の授業も入ってきたり、はい、さっき製図の授業を一緒に受けさせてもらったんですけど、その時に学生さんついていただいて、でその時に3年生になる時にコースを選ぶ、合ってます俺、私はい、はい、合ってます。それで皆さん選んでってことですよね。はい、じゃあそこの2年まではみんなが同じことを学んで希望を出して3年生で分かれるっていう感じ。そうですね。あ、だから3年生になった時によりこうなんだろう、実践的なものがどんどん増えていくっていう、はい、あ、感じなんですね。 ありがとうございます。じゃあちょっと今トロイ君いっぱい喋ってくれた後であれですけど、栗原君もお願いしていいですか。はい、そうですね、機関コースは3年生になると内燃機関学とかそういうのが始まるんですけども、その授業だとその今までは機関の動きに関してしかやらなかったんですけど、はい、その動き予測できないこととか、例えば故障とか、うんうんうん、そういうことが起きた時にどうするかっていうのを書いてあるとか、それを予防するためにとか、そういうなんて言うんでしょうね、期間1年生で1、2年生で期間に関すること、うん、で3年生でその期間をどう扱っていくかみたいなのを今勉強してる感じですね。はい、栗原くん入学した時って期間コース志望でした、はい、そうですね、あ、私は入学した時から、はい、小林くんとかはもともと入った時から、私はもともと公開コース志望で。そうなんですね。それなんで変わったんですか。小林ですね、私の場合は、はい、そもそもそのこの商船公開コースというか商船学科、はい、を知ったのがまず中学2年生の最後の方 で、はい、でそこからなんて言うんでしょうね、割とその航海士になるぞという気持ちよりは、はい、船を実際にその船を学ぶって一体何をするんだろうっていう、そっちのどちらかというと知的好奇心で入った節があって、はい、でそれで1年生2年生で船についてこう学んでいくうちに、うんうん、その船をこう操縦するっていうよりもその船を動かしてるそのエンジンの方がまあすごい気になったというか、こう興味が湧いたので機関コースに入ったっていう感じで、あ、まあ、武藤さんはじめ結構ね遠方から来てる方も多くて、実際寮生活されてるのが栗原くん以外が寮生活ですよね。ここ3人ががですよね。で、まあ、寮生活って多分中学生のみんなとかはもうイメージが湧かないんですよ、きっと。こういったところの寮生活ってどうなんだろうっていうのを実情お聞きできたらなと思うんですけど、いいですか小林君。まあ、そうですね、寮生活、はい、もう一言で表すなら、はい、もう毎日が修学旅行みたいなめちゃめちゃ楽しそうですねそのワード結構楽しいです、はい、まあ、そうですね、その一応談話室みたいなのがあって、そこでみんなで集まって、はい、まあ、スマホゲームしたりだとか、まあ、勉強を教え合ったりだとか、あと、まあ、一緒にご飯行ったりだとか、うんうんうん、まあ、そういうことをして、まあ、結構いつもわちゃわちゃしてる感じですね。結構楽しいです。じゃあ女子寮に入られてる武藤さんもお願いします。あんまり男子と変わってるところとかなくて、はい、強いて言えば門限と、あと女子の方がセキュリティが高いというか、そうですね、それはね、そういうぐらいで、なんか男子も女子も両方とも結構楽しくて、はい、女子寮とかも人数があんまり最近増えてるんですけど、はい、基本少なくて、本当に少ない学年は1学年に2人しかいないみたいな感じなんですけど、ああ、そうなんですね、はい、その
1年生から5年生までみんな一緒に暮らすので、うん、なんかお風呂とかでその1年生と5年生が仲良くなるみたいな、うん、本来はなんかないような関わりとかができて、うん、その上下の関わりが強くなるみたいな、うん、安心感とかすごいあります。めちゃめちゃ仲のいいお姉ちゃんが出るできる感じですよね。そんな感じです。じゃあ最後の質問なんですけど、皆さんにこれ皆さんにお聞きしたいんですけど、将来の夢をぜひね、この振り方今ねどっちから行こうか迷ってるんですけど、どうしてか小橋くんから行きますか。向こうから行った方がいいです。向こうから、はい、じゃあって言われましたんで。わかりました。ご指名でお願いします。はい、私から、はい、将来の夢は、まあ、客船だったりフェリーだったり、はい、人を運ぶ船の船員さんになりたいと思っています。で、まあ、もともと自分人が好き で、はい、で結構アルバイトでもあのテーマパークで働いてたりするんですけど、アルバイトでも一緒なんですけど、はい、そのどうやったらまた来たいなって思えるかっていうのをずっとこう考えてて、で、まあ、実際お客さんを乗せて、で、あ、この船乗ってよかったな、またこの船乗ってすごい船旅したいなって思えるような航海士になりたいなって思ってます。ありがとうございます。はい、では武藤さんお願いします。はい、私の将来の夢はずっともうこの学校に入るって決めた時からずっと変わらず、あの外交船の航海士になることで、その殿部くんはフェリーだったんですけど、はい、私はなんかタンカーとかそういう、燃料とかを運ぶ大きい船に乗りたいなって思ってて、なんか外交船って目指すと結構大変なんですよ。資格が多かったりとかで、はい、けどそれを全部乗り越えてなんか世界中の海を巡るっていうのがやっぱ目標で、そのモチベーションを持ってなんか毎日勉強したりとかですかね。なんか以前船員さんと対談させてもらった時に女性の方もいらっしゃったんですけど、その方も外交船の方で本当に同じようなことをおっしゃってて、行ったことのない都市とかにやっぱ行くことができるし、その会場ですごくレアな経験、ネットとかで調べるとすげえみたいな言われるような経験もしてたりして、それをキラキラとした表情で語ってらっしゃったんですよね。だからそれを見てきたので、ぜひあの武藤さんもそうなられる方だと思うので、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。では栗原君お願いします。はい、前の2人で盛り上げてもらって申し訳ないんですけど、はい、私はそちらの2人のように別に何になりたいっていう大きな目標があるわけじゃなくて、もともとこの学校に入った理由につながるんですけど、はい、機械の中開けてみたりするのが好きで、うん、そういうのを見てきたんで、はい、まあ、機関コースに入ったっていうのもあるんですけど、はい、そういう仕事に就けたらいいなっていう、そのまだなんて言うんでしょうね、うんうん、具体的な目標がまだそんなに定まってないので、うん、そうですね、これから定められたらいいなと思ってます。なんかこの仕事とかって決まってなくても、もう好きなことがはっきりしてるのって強くないですか。しかもそれを今実際に学んでることができるっていうのは、ね、なのでじゃあこれから多分会社含めてですけど、こっちって決まると思いますんで、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。小林さん鳥ですよごめん、最後お願いします。ちょっとこっち3人と比べてちょっとなんかこう商船学科とはちょっと外れちゃうかもしれないんですけど、その私はその今ある船とかがもっとその今よりもそのより良いものになるようなことをお手伝いしたいと言いますか、その今その船自体がその燃料がその再生可能エネルギーだったりとか、あとあまりその大気汚染だとかをしないような燃料に変わったりだとか、そういうまあSDGs とか環境問題に気を使った船とかが新造船されてるんですね、はい、でそのそういう船の新しいその船を作るにあたって、その研究に携わる人間になりたいと言いますか、はい、そのまあ、新しいその機械だったり、そのまあ一番そのまあ未来にあったと言いますか、その、まあ、これからその船を動かす、まあ、船を使っていく上で一体どういう機械を使った方がいいのかだったり、はい、どういう燃料を開発すればいいのかだったり、そういうことを考える仕事に就きたいと、ちょっと今 ふわっとしちゃってるんですけど。いや全然そんなにふわっとしてないです。大丈夫です。俺がみんなの年の時にそれをね、これ逆の立場でそれをこれを振られてここまで答えられるかって答えられないんですよ。だから今日話聞いててなんか素直にすげえなと思って、でも小林も20歳ぐらい離れたみんながこうやってなんだろう
自分の将来を見据えてね頑張ってる姿、普通にインタビューしながらちょっと感動してたんで一人で俺本当に、ね、貴重な話ありがとうございました。これからもぜひ頑張ってください。早速なんですけど、商船学科というものについてちょっと説明をいただいてもいいでしょうか。はい、商船学科っていうのは、はい、あもう船乗りを育てるための学科です、うん、はい、で、まあ、船乗りって、一言で言うんですけれども、その中でも士官ですね、航海士とか機関士に、うん、なってもらうための、まあ、カリキュラムが、はい、組んであります、はい、で本校は産休会議士の養成施設として認められていてですね、まあ、5年半かかるんですけれども、はい、本校を卒業するとその産休会議士の、まあ、筆記試験が免除されるんですね、はい、まあ、そのため の, その授業だとか、はい、授業だけでなく実習なんかもやっています、はい、先生、この今産休会議士っていうワードが出てきたんですけども、はい、そこちょっともうちょっと説明いただいてもいいでしょうか、はい、産休会議士っていうのは、はい、まあ、船乗りとして外交船員として働くために必要な資格です、はい、うん、その3級と4級が大きな違いなんですよ ね, すね、はい、先ほどちょっとお聞きした時に、高専だとここだと3級会議士なんだけども、はい、高校とかだと4級なんでしたっけ。学校によっては、まあ、水産科の学校ではそういった資格が取ることができますけれども、はい、3級会議士以上を取ろうと思ったら、はい、まあ、この高専の商船学科になります、うん、卒業した時に取れる資格っていうのはその産休会議士っていうところと他にもあったりするんでしょうか。あと航海コースの学生なんかは働く時に、はい、無線の資格なんかが無線の資格、はい、必要なんですね、はい、でそういった勉強も授業で、はい、やっています。こちらが、本校の練習船のトバ丸です。大きいですね。はい、で商船学科の学生たちは、はい、この練習船を使って、実験実習なんかを行っています。そうなんですね、はい、でまあ、実習の中には、はい、一泊この船内で泊まってやるような、実習をやってます。あ、そうなんですね、はい、すいません、お邪魔します。失礼します。こちらの機械はレーダーとなっておりまして。レーダーなんですね、はい、レーダー電源入れます。でレーダーはこの後今機械を上にあるんですけど、機械を温めるまでに3分かかるんですよ、回すまでに。そうなんですね。なのでその3分待ってる間に他のケーキも電源を入れていくっていう感じですね、はい、なるほど。レーダーアンテナ付近の確認。でレーダーアンテナ付近の確認っていうのは、はい、加減確認します。はい、こう上で回るのでプロペラが、はいはい、もし周りに人がいたら、はい、人がいる状態で確認せずに回すのは大変ですよ、大変なことになっちゃうので、はい、ちゃんと確認して、加減レーダー回りクリアです。加減回りクリアで OK。 じゃあ回しましょうって感じ。安全確認してから回す。はい、もう始めましたねって感じで。確かにこれは確認しないと事故になりますね、はい、人がいて。確かにこれが本線の舵となっております。でこちらの舵を入れて本線の、はい、振動を出していく感じですね。基本的には設定したらオートパイロットなんですか。そうですね、基本広い海とかだと、はい、もうずっと持ってなくても、はい、もう基本オートパイロット で湾内とかちょっと他船がいてオートパイロット電源入りました、自分でハンドに切り替えてって感じですね。ジャイロコンパスのマスターショット、各レーダー人の確認と、はい、ジャイロコンパスの確認と言いまして、はい、ジャイロコンパスっていうのはそのジャイロハンドスピナーとか回してちょっと動かすと、はい、なんかちょっと力があるなみたいな感じありますよね、はいはいはい、その力を利用して、はい、そのプレセッションっていうんですけど、はい、その力を利用して下を指し示すコンパスなんですね。で方位磁石とはまた別で、はい、地球の北を示すんですよ。で方位磁針とか磁石だと磁北、磁石の北を示すのでちょっとずれるんですね、北が。なのでこのジャイロコンパス君はまっすぐ本当の地球の真上、北を示す新方位と、真実の真に方位で新方位を示すコンパスでございます。じゃあもう全部の船舶はもうこれ全部これが乗ってて。そうですね、法律で定められた船舶はジャイロコンパスを乗せてます。
お願いします。ここが機関制御室エンジンコントロールルームという場所になってます、はい、ここは何をする場所かって言いますと、はい、ここの映像にある通りですね、機関室っていう、船を動かすために必要な機械を集めた部屋があるんですけど、はい、そこにある機械をこの部屋で遠隔で操作したり、はい、こういったモニター等を使って、はい、監視したりする部屋になってます、はい、でこれ今ここで実習しているのは発電機の並列運転を、はい、実際に学生がやるっていう実習を行っています、はい、では葉一さん実際にやってみましょう。あ、自分がやっていいんですかこれ。まず今これオートの状態になっていて、はい、負荷が上がったら回転数とか出力を調整自動で調整するようになってるんで、これをまずマニュアルに切り替えます。あ、お願いします。いいですか、失礼します、はい、マニュアルに切り替える、はい、はい、でこっから、はい、あ、そうですね、まず電圧がそれぞれ一定になってるかっていうのを確認してもらって、ここを見てるんですかね。はい、そうです。あ、っていうのと、はい、周波数ですね、これも平率が一緒ぐらい、はい、大体一緒ぐらいですね、はい、で今から2号発電機を、はい、追加で、接続するので、うんうん、このシンクロスコープっていうものを、はい、ナンバー2、G2 っていうところに合わせてください。 G2 に、あ、真ん中ですか。そうです、そうです。これを2回こうで、そうです、はい、でこれで今この、ナンバー1とナンバー2がどれぐらいの位相差だったり周波数の差があるかっていうのが分かるので、はい、そうですね、これを時計回りになるように、このガバナーっていうものを使って調整するっていう形になります、はい、で今どういう状態かっていうと、はい、半時計にちょっと動いてる感じですね、これ。そうです、はい、でこのナンバーワンから見てナンバーツーがどれぐらい回ってるかっていうものなんで、はい、ちょっとナンバーツーの方が遅い状態になってます。あ、だからスローの方に流れてるんですね今。そうです、はいはい、でガバナーをこのオフの状態からレイズの方向にこの白いポッチの方ですね、あ、を向けてやると、こっち向きに、そうです、はい、それをひねってもらって、はい、1秒、3秒から4秒ぐらいで1回転するぐらいの速さになるようにお願いします。もうちょい、もうちょい、はい、そんなもんで、はい、この前で、で最後に ACB、はい、エアーサーキットブレーカーっていうものですね、非駐車断機、はい、ブレーカーなんですけど、はいはい、これを外した状態でこれは引いてクローズの方に回して接続になるんですけど、これがちょうど上に来たタイミングでこのクローズっていう方に回すっていうことになっていて、でこれがずれると船内ブラックアウト、停電してしまうので、だいぶ慎重にお願いします。もう一回見せますね。これがこの黒に来た時に、あ、でもクローズに回せばいい、引っ張った状態で待っていて、クローズに、クローズに、はい、そんな感じです。わかりました、はい、ちょっと次の週でいきますね。はい、上ですよね。上です。で、すぐ戻しちゃって大丈夫ですか。クローズ、もうすぐで大丈夫です。あ、OK、開きました。よかった。初めてにした上出来です。 ありがとうございます。嬉しいお言葉を。これがさっき言っていた1号発電機になります、はいはい、でこれと向こう側に2号発電機があります、はいはい、でそうですね、今ここの四角い塊が発電機本体になっていて、はい、その奥ちょっと行きますね、はい、発電機本体はこれなんですけど、はい、この発電機を回してるディーゼルエンジンがこれになります、はい、めちゃめちゃ大きいですね、当たり前ですけど、はい、直列6気筒で1200回転でずっと一定で回しています。すごい。皆さんこんにちは。じゃーん。元気がいい。今日はですね、カッター部の皆さんにちょっとお話を聞けるということで、実はこれカッターがですね、初めて聞いたんですけど、ちょっと教えてもらってもいいですか。カッターっていうものはもともと救命艇でなんか、はい、その12人でその漕ぐっていう感じなんですよ、はい、そので今はその漕いでそのタイムを競い合うっていう感じです。ちなみになんかもう後ろにあってね、はい、やるのがすごい大変そうだなと思って見てるんですけど、普段どういうトレーニングとかするんですか。
普段はもう本当に漕ぐ、はい、とにかく漕ぐっていう感じです。合わないと進まないやつですか？そうですね、みんなと合わせないとやっぱりその全然進まなくなるので、それでも本当に大きな違いが出てくるので、みんなで合わせることが本当に重要だと思います。チームワークはじゃあいい？いいっす、もうチームワークはいい、はい、ちなみに今日私なんか乗るっていうのを乗りますか？乗りますか？あの、待って待って、さっきよりはさ緊張したテンションどこ行った今？急に元気だったじゃん今。ちょっと乗っていただけるということでちょっと嬉しくなって僕もちょっと今気分が上がってます。これでも違うの、これ初心者が乗っていいもの？あ、いや全然全然全然です本当に、はい、全然みんなもう初心者でも乗ってみんなこうやって今漕いでるので。あ、本当に、はい、いける？大丈夫です、いけます。それいけなかったら中井責任取れよ。わかりました、大丈夫です。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。緊張しすぎだよ。めちゃめちゃ難しかったです。なんかまあまあまあいけるかなとちょっと思ってたんですけど、全然いけないっすね。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。想像以上に難しかったっすね。あとご迷惑かけました、本当にありがとうございました。なんか先ほど今年も大会優勝したってのをお聞きしたので、ぜひ2連覇目指して頑張ってください。はい、応援します。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。いろんなところを見ていただいたと思うんですけども、今日はいろんな方のお話聞いたりとか体験させてもらってですね、こういった方が専門的なことを学んで世の中に出ていった時にすごくこう、まあ、いい仕事というかいい繊維さんになっていくんだろうなというのをすごく感じました。この動画ね、見ていただいて、まあ、すでに船に興味持ってた方もいるでしょうし、これから持つ方もいると思うんですが、ぜひ鳥羽商船含めて、まあね、いろんな方法あるので、そのいろんなことを調べていって、これからの進路の選択肢の一つにしてもらえたらと思います。はい、ということで次回の動画でまたお会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。